皆さんおはようございます。ようこそ、ユアチャーチへいらっしゃいました。Facebook を通してご覧の皆様もおはようございます。お元気でしょうか?ちょっと涼しい朝を迎えています。なので、ちょっと、リラックスして、イエス様の前に行ってみんなで、礼拝をしたいと思います。今日13日の日曜日ですけれども、この第一礼拝と第二礼拝、そして今週の金曜日18日は夜8時からここでいつものようにポーズを予定しています。来週も全く同じです。9月の20日の日曜日、そして9月25日の金曜日も予定通りここでポーズがあります。お知らせというのは特にありませんけれども、夏が終わって、ちょっと体調が、不安定になっているっていうお知らせも聞きます。皆さんもどうぞお体大切にしてください。そして、何かお祈りのリクエストがあるときは、ご遠慮なく、おっしゃってください。皆さんの周りの方たち、親しい方たちで祈り合ったり、それから、私たちのところにお知らせくだされば、一緒にお祈りしますので、どうぞ、いつでもご連絡ください。そのようにして、このコロナの時期、まだなかなか一緒に礼拝をすることができませんけれども、でも、つながっていて乗り切っていきたいと思います。それでは、イエス様の前に礼拝を捧げていきましょう。
Thank you.
Yeah.
おはようございます。今日も詩編から神様の言葉を聞きましょう。詩編のシリーズを続けていて87編になりました。87編は短い詩編です。最初に全体を読みましょう。コラの子たちの詩、賛歌、歌。主が礎を築いた都は聖なる山々の上にある。主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの城門を愛される。神の都よ、あなたの栄光が語られる。私はラハブとバビロンを私を知る者としてあげる。見よ、クシュと共にペリシテとティースも、この者はそこで生まれたと。シオンについては、この者もあの者もそこで生まれたと言われる。これを固く据えるのは意図高き方。主は諸々の民を数え上げる。この者はそこで生まれたと記すときに。歌う者も踊る者も言う。私の泉はすべてあなたのうちにあると。聞いたようにとても短い詩ですけれども、実は、解釈するにはとても困難な詩で、受け取り方は人によって様々なので、注意深く読んでいかなければなりません。表面的に読むと、何か地理的な意味で、シオン、つまりエルサレムが信仰的にも何か特別な意味を持つかのように受け取ってしまう、そういう恐れがあります。例えば、クリスチャンなら一生に一度はエルサレムに行くべきだとか、あるいはクリスチャンなら無条件でパレスティナではなくイスラエルを支持するべきだとか、そういうふうに、短絡的に考えてしまう、しまわれることもあります。しかし、エルサレムとか、イスラエルとか、聖書とか、建物としての教会とか、目に見える実際の場所やものを特別扱いする、そのことは実は偶像礼拝につながっていくことです。キリスト教に限らず、宗教は狭い民族主義に加担して敵意を煽る、そういう人たちに利用されがちです。日本では神道がそのように利用されましたし、欧米ではキリスト教が利用されます。中東ではイスラム教が利用されます。しかし、神様は自分を利用しようとする人とではなく、神様に用いられようとする人と共におられます。イエスは隔ての壁を築くためにではなく、壊して平和をもたらすために来られた方です。今日注目したいのは、まず注目したいのは、詩人がラハブ、バビロン、クッシュ、ペリシテ、ティルス。ラハブというのはエジプトのことを指しています。またクッシュというのは今で言うエチオピアのことです。まあ、こういった国々も実は神様に属するものだと言っているということなんですね。この時これらの国はイスラエルに敵対していた、そういう国々です。創世記に記されているように神様の人間創造の目的は国籍とか宗教に関係なく作られたすべての人が神様と共にこの世界を良いものとして保ち収めるためです。イエスは自分の宗教団体を作るためにこの地上に来られたわけではありません。後のイエスを信じる者がキリスト教会を組織しました。
そしてそれをイエスは自分を信じる者のそのコミュニティを自分の体というふうにおっしゃいましたけれども、それとイエスの後の時代に組織されたこのキリスト教会とが完全にイコールなのではないということを私たちは心に留めたいと思います。世界を正しく治めるために神様は自覚的に信じている人もそうでない人も用いられます。反対にキリスト教徒を自認していても神様の意志に背いて生きている人もいます。神様が私たちに命じていることは、この世界を神様の意志に従ってよく治めるということです。人々を一人残らずキリスト教徒にするということではありません。このことについて教会は長く思い違いをしてきました。ではなぜ私たちはイエスを紹介するんでしょうか。そう命じられているからでしょうか。確かにイエスの言葉の中にはすべての人を私の弟子にしなさいというそのような言葉が記録されています。ただこの弟子にするという言葉の解釈にもとても幅があります。私はこれをそのできるだけ早く回収させてキリスト教徒の数を増やすことだとは思いません。私は弟子というのはイエスと共に歩む人、神様の意思を行う人だと思います。意識してそれをしている人もいれば、無意識のうちにそうしている人もいる。自分はそうしているという意識を持っているけれども、実はそうはしていないという人もいるわけです。まあ、自分一人で歩けると思っている人を無理やり説得してイエスを紹介する、友達にするということはできません。けれども、私たちの周りには確かな導き手が必要だと感じている人がいます。人には与えることのできない深い慰めを求めている人がいます。孤独に耐えられないでいる人がいます。そのような人たちに私たちはイエスだけがそれを与えることのできる方だと自分の確信していることとしてそれを伝えることができるわけです。そのことは見ず知らずの人との間でできることではありません。互いに信頼できる関係の中で起こることです。ですから私たちは何かノルマを課せられた営業マンのようにイエスを何か知らない人に伝えなければならないということではない。知らない人を捕まえて説得する必要はないんです。それよりもするべきことがあります。私たちのことを見ている人たち、私たちと共に時を過ごすそういう人たち、その人たちは私たちとイエスの関係を見ています。ですから私たちに大切なこと、するべきことは、まず自分自身がイエスとの関係の中で豊かに生きるということです。ヒントは7節にあります。もう一度7節だけ読んでみます。歌う者も踊る者も言う。私の泉はすべてあなたのうちにある。私たちが誰かにイエスを紹介したいと思うのは、自分がイエスを紹介されて、自分がイエスなしには生きられないということを知ったからです。そのことを自分の大切な人たちにも知ってもらいたいからです。イエスを知って二度と魂が乾くことのない人はこう言うのです。私の泉はすべてあなたのうちにある。詩人はまだ
この詩を書いた時点でイエスの存在を知らないわけですけれども、でもこの詩はイエスと私たちとの関係を正確に表現していると思います。キリストの体としての教会はイエスという一つの源泉、泉の一番大元の泉から湧き出る水が実際に地表に吹き出すいくつもの泉がある。そういうオアシスのようなものです。教会はオアシスのようなものです。その唯一の源泉はイエスですけれども、その水が表す泉は、日本語だと分かりにくいですけど、全部英語でも言語でも複数形になっている言葉なんです。教会は、逆に言えば教会はそうでなければ存在意義がありません。どんなに良いプログラムがあったとしても、そこでイエスに出会えない、そういうコミュニティなら、キリストの体、教会を名乗る資格はありません。私たち、ユアチャーチは大丈夫でしょうか？それは、イエスを信じて従う者になった私たちが、源泉であるイエスからの水をしっかり受け取って、その水を提供する泉として、機能しているかどうかということが問われているということです。あなたの泉はどこにありますかという今日の題ですけれども、私たちの泉、源泉としての泉はイエスなんですけれども、実は私たち自身がその水を受け取って、そして噴水のようにそれを生き生きと吹き出す泉とされているということを覚えたいと思います。ただ、このことは私たちの努力や工夫で何とかなるものではありません。神様の霊、イエス・キリストの霊である聖霊がその中で自由に働かれることによって初めて可能になることなんです。そのために私たちができることは心からの礼拝を捧げて、そこに聖霊が働くということを期待する、そのことです。読んだ7節の歌うもの踊るものとは礼拝するもののことです。自分の内からは何も良いものが出てこない私たちですが、イエスとつながることによって命の水を吹き出す泉となれるんです。そのチャンスが私たちが捧げる礼拝です。本当はこの話を今日ワシップ隊の前でできればよかったんですけれども、プログラムとしてしばらくはワシップ隊の先に持つ礼拝が続くので、このことを忘れないで来週ワシップ隊の時に聖霊に期待して臨んでいただけたらなと思います。それではお祈りします。主よ、あなたを知り、あなたに従う決心を与えられて、今日この日まであなたと共に歩んでこられたことをありがとうございます。私たちがあなたの思いを知って、それを行う者として今週も歩むことができますように、どうか私たちを導いてください。私たちを世に送り出し、多くの出会いをお与えください。あなたを必要としている方に、あなたを紹介するチャンスをお与えください。あなたは決して枯れることのない、私たちの魂を生かす命の水の源泉でいてくださることを、そのことはいくら感謝しても足りることがない、何よりも大きな
恵みです。感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。祝福のお祈りをして礼拝を閉じます。私たちの主、イエス・キリストの恵みが一人一人の上に豊かにありますように、私たちの言葉や行いが神様の愛を表すものでありますように、私たちの知恵や力が聖霊の働きによるものでありますように、今、お一人お一人を祝福し、それぞれが置かれているところに送り出します。アーメン。それでは皆さん、今週も体に気をつけて素晴らしい週をお送りください。アナウンスでもありましたけれども、何か気になること、祈ってほしいこと、相談したいことがあれば、どうぞ遠慮なさらずに、教会の誰にでも連絡してみてください。それではまた来週。